はい、どうもキヨペチャです。僕ね、冬にあの人形、まあ、大きいのから小さいの合わせて全部で3つ持ってるんですけど、最近ね、その一番大きいフユニャンの人形と毎晩ね、1時間半ぐらい喋ってます。まあ、それがね、今日課になってて、今日で2週間目ですねいや、みんな今日何の日か知ってる？今日エプリルフールなんで、今の嘘なんで、いやマジ本当に信じないでください。本当にそんなに寂しいやつじゃないんで大丈夫？みんなドン引きしてるんじゃない？大丈夫かな？大丈夫いや、それだけちょっと心配です。はい、ということで今回なんですけど、マーナをね、裏のニューヨーマシティに行ける裏技バグですね。バグがあるみたいで、まあ、ちょっとそれをやっていこうと思います。まあ、裏っていうかね、まあ、画面バグなんですけど、まあ、ということでやってみましょう。まあ、今やってます。はい、こんな感じ。うわー、来たね。そうそうそう、こんな感じで、もう本当にね、わけわかんない、なんか変な綱渡りみたいな紐が出てくる。何なんでしょうこれは。まあ、下画面見ていただくと全然ね、移動できてんだよね。なんかほら、体力ゲージみたいなああいうのは出てくるんだけど、まあ、一体ここはどこなんだろうっていうことで周りは真っ暗なんだよね。まあ、今俺は無理壁のね、あたりにいるんですけど、まあ、下画面をねちょっと見ててほしい。今俺はこの辺にいます。まあ、全然ね、移動もできるんだけど、なんか画面がね、一旦ここで止まるんだよね。そう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 。で、もうちょっと下の方に行くと、なんかブラックアウトしてギュインとなるんだよね。何このバグ超謎でしょ。本当にね、無意味なんですけど、でもね、なんか面白い方法がないかなと、面白い方法というか面白い使い方がないかなと思って今いろいろね模索してるんですけど、まずね、やり方なんですけど、これエンマに話しかけて最後までしっかり話を聞いてください。イベントスキップとかしちゃうとダメなんで、しっかり話を聞いて、この一番右端から出る、まあ、これだけで簡単にできるんだけど、一体ここはどこなんだろうね。まあ、どっかの部分、おーっと、どっかの部分なんだろうけど、どこかな。あ、これか、これだね。あ、ここだ。ここに多分瞬間移動してるんだと思う。なんか謎のバグで何なんだろうね。まあ、本当に意味のないバグなんですけど、まあ、今回のこの動画時代本当に意味のないものなんですけど、まあその辺はね、皆さん分かってください。ということで、なんかちょっと面白い方法ないか、ちょっともう一回やってみよう。しっかり話しかけて、で、このね、最後までちゃんと聞かなきゃダメなんで、これ本当めんどくさいかなと思って、イベントスキップとかするとこのバグが発生しないんで気をつけてください。ということで、右から出ましょう。なんかうまい具合に、なんか向こう側まで行きたいよね。いけないかな。ちょっとこの下の外側を通ってって、どうにか。あ、やばい。うわー、来ちゃった。待って、これさ、視点切り替えとかしたらどうなのかな。またちょっと違った光景が見れたりするのかな。おー、すげえすごい。道路が真っ黒、怖っ。いや、これもう裏でしょ。裏のニューヨーマシティでしょやばい。ちょっと上の方行ったらどうなのかな。上の方行ってみよう。おお、やばい。移動してる。すごい。何これ何これ。完全にバグってるわ。何なんだろうね、このバグは。もう発生条件がよくわかんない。まあ、さっきみたくね、しっかりとエンマの話を聞いて、絶対右側出ないと発生しないんで、真ん中とかね、左側から出ても発生しなかったんで、本当によくわかんないこの発生条件が、まあ、本当に無意味ですね。はい、それ言ったら終わりなんですけど、まあ、ニューヨーマシティへようこそということで、まあ、もう本当にもう裏
裏のニューヨーマシティですねこれは。はい、ということで、もう本当にね何の意味もない謎の、本当に謎のバグなんですけど、もしこのバグを使った何かね面白い遊びというか有効活用法があればみんなやってみてね、もし何かあればぜひコメント欄の方で教えていただければなと思います。ということで皆さん最後でご視聴ありがとうございました。いや本当にね謎のバグなんですけど、まあ、ちょっとはね本当にちょっとは楽しめると思うんで、ぜひ皆さんもやってみてください。ということで皆さん、おなんか何なんかもらったわ何これ、全然話聞いてなかったけど何かもらいましたということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画で少しでも楽しんでいただけたら、ぜひ高評価ボタンを押してて、僕はもう少しこの後少し試してみたいと思います。ということで、キョウペイちゃんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。